繋がった。よし。なんかこっち赤いね。電波悪いの。来た。ありがとう。ティームさんありがとう。リコちゃんありがとう。クロロのみんなもありがとう。クロリスのみんなも。クロロもありがとう。MVP。ティガ、ポップ、タマイ、ジュンコ、ユカコ、マキ、ヒロ、マオ、ほうじ茶、ナムナムありがとう。やられたね。うわ、差し込まれた。いや、来ると思ったよ、マジで。当たり前だろって。勝負の世界やで、クロロ。眠さと勝負してる。クロロ、今日もありがとう。クロロと一緒に配信するの楽しいよ。楽しいね。もう本当に、あと1000人いきそうだもんね、3日で。すごいよ。今、67人しか見てくれないけど。ポップちゃん。うん。いや。まあ、もう一回、もうあれだね。ルイージはね、手に蹴られないとね。で、ああ、応援入っちゃった。で、これ使いやすいから。来たくて一緒じゃん、本なんで来たくて一緒なんだよ。あっちの方がオシャンティーだろ、お金持っててよ。ボロボロパンツ履いてさ、ホテルに入るのと一緒やん。大丈夫？ じゃあ、じゃあな、クロ行ってくるわ。またね。でも、失恋したら慰めてね、クロロ。分かった。でも、かのちゃんいるからね。ちおゃやすうみやなん、さい、それ皆はさん。それはちゃうやん。あれ？私も寝る。おやすみ、みんな。ずっとありがとう、クロロ。本当こちらこそ。楽しい。いつもクロロと一緒にいる、楽しいよ。閲覧稼げるからな。いやいや、閲覧だけのためじゃないよな、普通に。楽しい。だって1000人ぐらい来てたじゃん、リスナー。本当？誰もでもクロロの方から来てくれない。80円来てたよ。ペットコーナーで買ったの。あ、だってスヌーピーの子ってクロロのリスナーの子じゃないの。そうなの？クロリスが投げてくれたの。裏切りのクロリスってこと。別に私はそんなことで裏切り者って言わないから。絶対ダメだよ。俺の枠の人はクロロに投げちゃう。裏切りになっちゃうからね。本当に性欲強いよな、ナイスとかもそうだけど。そんな。おやすみなさい、みんな。お疲れ様。バイバイ。クロロありがとね。またね。バイバイ。もう切ったの？切った。早いんだよね、クロロ切り方が。おやすみ、バイバイって言ったからいいんでしょ。寝るよ、もう。掃除もあれだし。あ、来た。しょうがねえな、クロロ。しょうがねえな、俺が引いてやるよ。寝床作ってやるや。ありがとう。布団持ってた。布団掛け布団。枕ちょうだい。でも背中すぐなんだよね、このベッド。ほうじ行こう。あ、でも魔界の方で寝た方があるかもね。電気消してね。わかった。優しいだろ。クロロの、ね、寝床作ってあげるんだぞ。かけてあげるか、かけ布団かけてあげるか、お嬢様だからね。ありがとう。明日お風呂入ろう。お、ちょっと待って。お、ちょっと待って。おお危ない、俺も寝ちゃうと。お前自分のアカウント守らないと。それだけでもバンになるぞ。ほんと？じゃあ、クロロ、お風呂入って寝ろよ。皆さん、おやすみなさい。暗い？大丈夫？いい？これで暗くていいのか。暗くていいね。よし、おやすみ。チャランプロなんであれなの。あれ来たら遊ぶって言ってたの。チャランプロ大阪じゃなかったっけ。違ったっけ。ちょっと隠せ。よいしょ。6時半か。6時半、8時半、9時半。え？美容室配信するしなければあんまり人入れることないから。バイバイ。まさかとは思いますが、チャランポランは想像の人物の可能性もなくはないけど。あれ？あやもさんありがとう。ネットミーム、ネットミームって何？ネットミームって、場所ばらさないよ。来ないだろ。
あれチャランポなんて何で連絡取ってんだっけ、ツイッターで連絡取ってんだっけ、 LINE してんだっけ、 DM でのやり取りだっけ。ハードル上げないですか。だいたいね、遊ぶんだったらね、 LINE 交換しとかないと怖いなと思うんだよ。なんか音信不通になったら怖いから。でもチャランポランとは俺 LINE してないくない、してるっけ LINE。 こっちにメッセージすればいいですか。まだメッセージも俺らしたことないの、嘘でしょ。いや、その今からデートの予定までプラプラ散歩配信、なんかね歩きたいんだよ俺。家に一日中クロロと昨日の10時半ぐらいからずっと配信してたの。10時半から11時半、12時半、1時、2時、3時、4時、5時、6時半まで8時間配信してて、ずっと家の中だからね、マジ足がおかしくなっちゃうよ、座ってずっと話してると。サブアカにしたっけ、2000円のツイッターとかでね、なんか LINE 交換しときたいよ。激辛たこ焼き事件、別になんかね、なんか何のフェイントもなかったわ。普通さ、なんかさ、激辛たこ焼きさやるんだったらさ、店主の人がさ、もうね、あのチューブで穴開けんだったら裏返して入れるとかさ、横から入れるとかさ、工夫してやればいいじゃん。明らかに穴開いて、しかも穴開いてるからこそしぼむんだよたこ焼きが。うん、アイディア後でね DM するじゃん。 こっちにコメントしといて、こっちの DM しといて、後で教える。ただね、逆に LINE ID 教えといてくれた方がいいね。なんかミカママともこの間 LINE 交換したんだけど、LINE ID がお互いに検索オフになってる時あるんだよ。そうすると出てこないんだよ。俺多分検索オフかなんかになってんだよね。もしあのチャランポランが検索オフになってないんだったら、うん、送っといてごめんね。配信してない時だったらね、基本連絡返せるんだけど、誰全員にね。まあ、夜行バスで帰れたらまあ安いよね。2、3000円で帰れる可能性あるから。新幹線だと1万5000円とかでしょ、最安値で。夜行バスで帰りたいね。寝てるだけだし、夜の間。大阪とかだとね、下手したら5、6時間で着いちゃうから、一瞬で着くよ。日曜の夜とか安いでしょ、うん、明日の日曜の夜とかで帰れたら。めぐちゃんはね、ちょっとめぐちゃんどんな子だかわからない。 LINE する、めぐちゃん。めぐちゃんもう返信してないのに20件ぐらいコメント送ってくるから、 LINE 交換したらもう LINE がほぼめぐちゃんになりそうだね。めぐちゃんすんごいコメントね、 LINE してくるか、あの DM してくるから。めぐちゃん どうするみんな。めぐちゃん今、めぐちゃん一人なの、話す。めぐちゃんちょっと電話できる、これめぐと話そうかな。めぐちゃん捨てやかなんじゃないこれ、大丈夫これ。メグとこれ相互フォローになったらあれかな、話せんかな。82人ギリギリか、100いったら話せんだっけ。一回話したいねこれ、配信中にメグと。週末なのに誰もいない、雨降ってたから。
週末なのに。今日も200人選手か。これクロロがねうまいこと流してくれればいいのに。なかなかね。ちょっと小腹も減ったし、昨日あんなに食ったのに結構小腹減ったわ。これが現実だぞ。あんなに頑張ったのにデート楽しんでね。あんなに頑張ったのに140人だぞ。寝てないとカロリー使う。でもほんと昨日一日中寝てたから、起きてすぐ配信したばっかだから、実質起きてんのが多分9時間ぐらいなんだよね。まだ起きて9時間ぐらいなんと思う。昨日の夜10時ぐらいに起きたから、寝不足ってわけじゃないんだと思うんだよね。もう昨日も寝る時間遅かったからね。ダイエット配信やりたいね。クロロの砂漠ありがとう。クロロのとダイエット企画楽しみにしてるからな、人間に。山手線の、ま、食べないで一周したら何キロ痩せんだろうね。あ、クロロありいいよ。クロロありがとう。クロロありがとう。何食べようかな。ちょっと小腹減ったな。あ、雨降ってるから座れるところもないしな。なんか飯屋かなんか入るか。1日昨日は少し鍋食べて、お肉食べて、まあ結構食べたかな。クレープも食べたし、昨日うどんとか食べたいね。スンドゥブうどん食べたいね。フルーツ食べて楽しんできてね。まずデートの時間が9時半とかだからね。まだ7時でしょ。大丈夫これ、もしかしてその女の子からコメント来ないかな。早く、そうそう、まあ早いけど、俺朝配信やってるから逆に朝配信してる時だと遅いね。9時10時に合流したとするじゃん。そしたらご飯食べて11時12時やん。もうその頃俺ちょうど眠くなってくるからね。できたら8時とかに来てほしかったね。今日はねコメントわかんないんだよね。アカウントがわかんないんだよね、女の子の。あ、バンビちゃんだ。バンビちゃんって子がコメントで大阪いるなら遊びたいって、私神戸だけど遊び行っていいですかみたいな感じで。バンビちゃんってあんまりコメントしてるイメージないからね、ちょっと怖いよね。バンビちゃんリスナー、あのこのアカウント名はね、嘘だろ、どっからこのコンビニ入るのセブン。モテじゃないよ。俺はみんなに言ってるからね。魔界もなんかデート配信したいんだって。なんか
男と遊んでみたいんだって。けどなんか魔界って言わないじゃん、言ったらモテそうなのにさ。決めた、今日のテーマ決めたわ。宮崎辛麺を探す旅に出るわ。宮崎辛麺のカップヌードルを絶対今日は食べる。宮崎辛麺どこに売ってる？探すぞ。宮崎辛麺コンビニ中を。ペコちゃんありがとう。今日は宮崎辛麺を絶対食べます。ツイッターで、あ、アイちゃんありがとう。ツイッターで仲直りめっちゃ美味しいってこれしか勝たんって言ってるツイートしてる子がいたから、アイちゃんありがとう。絶対食べる。コンビニ売ってないの？アイちゃんありがとう。嘘でしょ。アイちゃんありがとう。コンビニ売ってないの？また玉で探すってこと？また玉でに行くの俺。スーパー玉で、またスーパー歩く、また歩くってこと？それなら諦めようか、早めに。近くのコンビニだけ回ってみようかな。まずそこにファミマあるでしょ。全然どっちでもタイプ、おしゃれだったら何でもいいよ。まあ、なんだかんだでやっぱり俺ってどうしても配信を常にしてるから、配信に協力的な人だったら誰でもいいね。もこさんありがとう。遊ぶだけだったらやっぱりどんなにねタイプとかでも配信に付き合ってくれなかったらなんか一緒にいれないよ。モテないよ全然。モテたら、本当にモテたら向こうから多分 DM 来て、こっそり誘われるけど、もう俺これで言ってんじゃん、配信で遊んでください、遊んでください。ナイス言ってた。なんて言ってた。出ないよ。ダイソーで売ってる。ダイソーあくまで待つか。女は落ちるって確か。女は落ちるって確か。まあね、多分関わるのはダイソー。お湯あるかな。まあ、やっぱ接客業してたし美容師やってたし、絡むのは多分うまいと思うけど、やっぱ好きか嫌いかなんてさ、やっぱり顔のタイプであったりさね、深く関わっていかないと分かんないから、そんなモテるかモテないか分かんないよ。でもぶっちゃけさ、来い宮崎からめん、タイガースどん兵衛、タイガースどん兵衛。タイガースどん兵衛、どん兵衛、どん兵衛、どん兵衛ばっかり、どん兵衛だらけ、どん兵衛しか勝たん、どん兵衛、どん兵衛、どん兵衛しかない、逆にどん兵衛しかない。そうでしょう、どん兵衛祭り。話し方優しいですか。まあ、でも
やっぱり怒るのも大事で、そのね、配信の先輩から2つアドバイスもらったんですよ。ただこれは俺に向いてないから2つともやらないですけど、2つアドバイスをもらって、人を引きつける方法、閲覧をすぐ簡単に上げる方法、一つは閲覧が多い人の閲覧が多い人とこうちょっと揉める。やっぱ閲覧が多い人と揉めてて、なんかちょっとね、気の引くようなことをね、なんかこう相手の感情をこう揺さぶるようなことをすると、相手の相手の枠から閲覧が多いね、人気の人から閲覧が湧いてくるから、やっぱり自然とね、閲覧が今度は何するんだろう、どんなことするんだろう、報告しなくちゃ、そのリスね、ナイさんなんか誰々が何やってましたよとか、こうね、しきさんにこうちょっかいかけたとしたら、しきさんに報告してやろうと思って、そっちのリスナーがいっぱい来るから、いや俺はしてないっすよ、できないっすよ、俺別に大手の人に絡めないから、絡みたいけど仲良くないから、ぶっちゃけちゃんとした関係性ができてないと。あともう一つが怒る、なんかこう、これは多分 TikTok には向いてないんですけど、怒ってたらこの人なんで怒ってんだろう、泣いてたらなんでこの人泣いてんだろう、こう気になってみんな止まっちゃうらしいんですよ。でね、鳩飛ばす人もいるし、誰々が泣いてる、誰々が怒ってる、多分それは神谷さんとかがね、多分今やってんのかもしれないですけど、そう、この2つが閲覧が増える方法。大丈夫かな。